こんにちは。声楽家伴奏者育成コーチコレペティトールの加納です。リズムが今時の感じ、ハーモニーがやはり今時のものであっても、やはり最初に詩を読んでどこまでが音楽続いていくのかなっていうのを確認した方がいいですね。で、まずはそれぞれのパートを、例えば「ビリーブ」を弾いてみますね。で、こういう時に、伴奏で大事なのは、これがね、こういう流れになってるのを、何も強弱は書いてないですけど、メゾピアノが書いてあるだけだけど。表情が出てくるので、そのハーモニーでまずはどういう表情をつけるかっていうのを考えてから、のような感じでやっていくといいと思いますね。で、あと気をつけたいのはね、こういうリズムの時に。前奏の時のこの時に同じにすると絶対長い音符は大きくなってしまいます。で、後が長く重く聞こえると全体重くなるんですよね。ちょっと表情ないですよね。短い音符強め、あと軽く。どうですか？この方が軽いでしょ。先ほど、短い音符より長い音符は強く聞こえるから、短い音符をしっかり響かせるという話をしましたけど、このパターンになった時に短い音符なんですけど全部ファなんですよね。そうすると共鳴で大きくなるので、頭出して、このバスはちょっと出してもいいと思います。っていうとこういうイメージかな。こういう感じですね。で、これをそうじゃなくやってみますね。ちょっと硬い感じがしますよね。こんな風な工夫すると、柔らかくて、愛情が伝わる音楽になると思います。ぜひ練習してみてください。